ここで上位しておくことが一条天皇の夢を叶える最後のチャンスだったあさみちみちかみ、はなかったことにしておくうさうさようございますうさぎ先生うさ今日は第32回、だがために書く」を楽しむ日本史解説うさオープニングであった長が内親の約8歳の模擬って。 午後10時スタートうさねー子供には辛い時間帯うさ絶対こっくりこっくりしてたうさよ。コレチカと高入はかなり煙たがれてた朝。ドラマでは扱われていないけど、オープニングの少し前の正月に、高入はただのぶの先駆けの冠を尺で叩き落としたりしてる嘘。何すんねん、うさ 忠信は激怒して、三日後に筆者ごと突っ込んで高井への筆者の指示をぶちおるうさ。高井へ成長してないうさねコレチカの席地が大納言の上と決まったので、大納言の道綱が押しのけられた朝、大納言の上にある大臣の席を狙っていた道綱にとっては、コレチカの復活は出世の順番が一つ繰り下がることを意味するうさ。 ドラマ版と違って原作、史実の道綱は出世欲が強いので、この後、7月の、住まいの飯合わせでコレチカが形式通り道綱の上座に座り上がった時は、道綱はボイコットした朝。翌年の正月の、10日のセチへでは、コレチカが参加すると聞いた道綱は、化病を使ってサボった朝。 ドラマ版ではぐるぐるお菓子をハムは蒸して、癒しキャラ一直線の道綱ううさけど、安子ママのシュプレヒコールを聞いて育ったからか、原作、史実、ではかなり出世にこだわる人だった朝。キントウが仕事をしなくなった話の続きをするうさ。去年の10月に年下のタダノブに異界を抜かれて以来、キントウはすねて、 引きこもってニーとしてた朝いいいいご身分やなうさそして今回韓国2年1005年7月21日1年近くもサボってやがったくせにあげく近藤は一条天皇に辞表を叩きつけやがった朝そしたら一条天皇は出世させるから働いてえええとか言い出して近藤はジュニ位になるうさ ほんと、いいいいゴミ分やな。日本中の労働者が聞いたら怒るうさよ。労働者のうさぎ先生も怒るうさ。ただの部も怒ってるだろうな、うさ。なお、この時の辞表は、警棒に全振りした赤染エモンの旦那の大江の正平が執筆した朝。後生のお話によると、近藤に頼まれて、いやいや辞表の文を考えていた大江の正平を、 警棒に全振りした赤染エマンが手伝ったというさ。そういえば、原作、史実の赤染エマンは旦那と仲が良すぎて、正平ひらエマンと呼ばれたくらいなのに、ドラマ版では旦那とうまくいってない設定だったので、かなり驚いた朝11月15日、またしても不吉不吉の回帰月食さ。しかも、 月食が終わった直後の根の国、23時、代理の運命殿と病気殿の間から火が出て、代理が焼け落ちるうさ。ドラマでは、コレチカの自作自演も匂わせていたうさねえ。さて、一条天皇は秋子がいる悲劇者にいて、何ととものものもなく二人で悲劇者から脱出するうさ。お激レアな一条天皇上げイベントうさね。 同じ頃道長はグーグーと寝てたら代理が火事になったという報告を受けたので代理に駆けつけた朝すると一条天皇とア子が被業者から脱出してきたので避難誘導するうさ一条天皇とア子は代理から出て四季の溝吉や大乗館がいたんどころに避難するうさもしかしたら 一条天皇が腰に乗らずに代理から外に踏み出したのは初めてかもさ。一条天皇と秋子が助かったのは、素直に、良かったね、だし。ドラマでは火事でラブコメ火事コメが爆誕したうさけど、この火事で、賢どころ、運命殿の南の神殿に放置してあった心境が焼けてしまう,うさ。心境とはいわゆる屋田の鏡で、 草薙の剣、八坂二の長玉、八田の鏡の三種の神器の一つうさ。心境は建前上では神話の時代から伝えられてきたもので、建前上は史上初のも失うしなうさ。一条天皇は、A クラス不吉の日食と、S クラス不吉の火事と、スペシャル SSS クラス不吉心境消失の三ヒットコンボを一晩で叩き込まれたということうさ。 普通なら「真の不徳」ということで上位してもおかしくない状況うさ。ドラマでも「イエサダシのう」5の三条天皇がカッと目を見開いて「たたりだ」とか「天が上位しろと言っている」とか言ってたあさ。たぶんこれってイエサダシのうだけでなく当時の苦行たちも共有していた感覚うさ。まあ。 一条天皇は上位しないんだけどね、うさただ、ここが歴史の面白いところで、この後の展開を結果論から見ると、多分、ここで上位しておくことが、一条天皇の夢を叶える最後のチャンスだった朝。この件については、ドラマがその時まで進んだら、また触れてみるうさよ。あ、いや、さだしんのうさんよ。 あんまり目を見開く遠目目に悪いうさよ。ふふふ。ドラマではオミットされてるけど、代理が焼けたので、11月に一条天皇と秋子は東30ル、東三十殿に千竜さ。東三十殿はかつて金家ファミリーが住んでいたところうさ。あの頃は良かったうさね時ときひめママがいて、道高兄さんもいて、秋子姉さんとサブロー 道長は仲が良くて、道、道か、に、はなかったことにしておくうさ、ないない。こうして思い返すと、本当にみんないなくなったうさね。道長寂しいうさね。さて、一条天皇にとっては、約25歳にして、生まれ育った家に帰ってきたことになるうさ。ドラマでは、昔、 幼い安人慎のう、一条天皇、と幼い貞子が遊んでいた思い出の東三十度のうさ。もう、誰もあの頃のままではいられないいさねついに、真宙が、秋子ちゃんとこに就職したうさね。実は、ドラマ監修の倉本氏は、この翌年に就職したという説に部があるかという立場うさ。それを、 ドラマではあえてこの年に就職させたということうさ次の展開にどうつながるのかが楽しみさねこれからも大河ドラマ話や日本史の話で盛り上がっていくのでぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますうさよろしくうさ。